はい、こんにちは、ベイです。今回は、モナ Wi-Fi がプラン廃止を発表、3つの選択肢が提示された、についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ、2020年3月18日、通信障害が発生したどんな時も Wi-Fi、そのまま使い放題を廃止し、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。無制限使い放題って言ってる18社を調べて、ランキングを作成すると、どの会社も壊滅状態。無制限使い放題ってノリで言ってただけだったの？ということで今回はモナ Wi-Fi のプラン廃止についてのお話です。この順番でお話ししていきます。1. モナ Wi-Fi 裏モナ SIM プラン廃止。2. 提示される3つの選択肢。 3. Twitter の反応は淡々。 4. 個人的な感想。 5. みんなの Wi-Fi 状況ツイートまとめ。それでは行ってみましょう。 1. モナ Wi-Fi 裏モナ SIM プラン廃止。モナ Wi-Fi の 300GB プランである裏モナ SIM プランが6月から廃止になると、公式から5月31日6時18時にメールが送信されました。ドン。いつもモナ Wi-Fi をご利用いただきまして誠にありがとうございます。突然のご報告となりまして大変恐縮ではございますが、表題の通り裏モナ SIM プランを2020年6月より停止する運びとなりましたことをご報告申し上げます。モナ Wi-Fi といたしましては、大好評をいただき非常に多くのお客様にご利用いただいている中、既存の SIM カードに対しても規制をかける措置、括弧 300GB、100GB となりますが、取られることを大変遺憾に思っております。つきましては大変心苦しいことではございますが、ご利用中のお客様には何卒ご容赦いただきたく存じております。今後のお話に関しましては、まず5月28日に決済させていただきました6月分ご利用料金は、100GB SIM プランの月額料金にて再決算をさせていただきます。とのこと。要約すると、もう6月分の使用料払ってもらったけど、6月は 300GB から 100GB に変更するもな。モナ Wi-Fi も大変遺憾に思っておりますもな、です。6時間後にスタートする6月に、いきなりデータ容量 200GB 減らされて、遺憾に思うユーザーよりも、先にモナ Wi-Fi が大変遺憾に思うスタイル。人が怒ってると自分が冷静になっちゃうやつを狙ってるのかな？このメールにある既存の SIM カードに対しても規制をかける措置というのが説明不足で、何も背景を知らないユーザーは、は？ってなりますよね。何の話？って。これはソフトバンクが提供している SIM の値上げの話だと思われます。1ヶ月以上も前からソフトバンクはこういった Wi-Fi 仲介業者用に販売している SIM を値上げしますと、僕の知っている範囲では公表しています。僕が知っている範囲なので、本来もっと前から Wi-Fi 仲介業者には告知がされていたんじゃないかなと思ってます。で、いざ6月に値上げする6時間前に、6月分の料金を決済させていただいた後に、モナ Wi-Fi は遺憾に思っています。と、一斉メール。こんなこと言ったら反感買うかもしれないから言いたくないけど、モナ Wi-Fi は正義みたいにみんな勘違いしてるみたいだから、勇気を出して言わせてもらうけど、モナって言ってるけど、正式名称はモナだからね。に提示される3つの選択肢。メールの続きでは今後どうするか3つの選択肢を提示しています。ドン。1. ご利用中の SIM カードを継続してご利用いただく。100GB 新プランへのプラン変更が必要となりますが、事務手数料0円、月額2980円でご案内申し上げます。米、クーポンコードは別途配布いたします。2、ご解約。3、現在準備中でございます。同等程度の容量がご利用いただけるクラウドSIM対応ルーターをご検討いただける場合は3もお選びくださいませ。米、月額料金に2ヶ月以上未納があるお客様に関しましては、ご返信いただけなかった場合、通信を停止させていただいた上で、ご請求を継続していきます。ことをご了承ください。とのこと。順番に見ていきましょう。1の 100GB に変更されるが、継続は、元の裏モナ SIM プラン 300GB 4500円から、約1500円安くなってのプランです。裏モナ SIM プランではなく、モナシムプラン 100GB 3500円より安く優遇プランということですね。どこの Wi-Fi も枯渇しているこのご時世、個人的には悪くないプラン内容だと思います。2のご解約は、そもそもモナ Wi-Fi は解約金無料なので特に優遇はありませんが、解約金無料な時点でいい会社ですよね。3は準備中なのでよくわかりませんね。
3もお選びくださいませ、ご検討いただける場合は3もお選びくださいませという文言なので、1と2を選んでかつ3も選ぶっていう返信を期待してるのかな。あっちは分かりづらい。3、ツイッターの反応は淡々、また3ってちょっと分かりづらくてすいませんね。大枠の3ですね。こっちはこのモナー Wi-Fi に対するツイッターの反応、ドン。モナー Wi-Fi の300ギガサービス中止か。100ギガでもいいんだけど、100ギガだとゲームを通したら即アウトなんだよな。モナ Wi-Fi から連絡が来ました。さてどう回答したものか。個人的にはこの在宅の状況下で 100GB は足りないかといって、クラウドシムは昨今の騒ぎを見ると不安でしょうがない。今日中には回答しよっと。モナショックやばいね。大体のクラウドルーター案だけど、どういう仕様になるのか。てかこんだけクラウド系はダメになってんのに、なぜそこに。てかそこしか方法ないのか。みんな知識あるし手を出すとは思えないが。ついにモナ Wi-Fi から撃沈メールが来た。詳細はわからないのに3を選べるわけがない。最低でも価格とサービス内容は書けよ。回線大元のソフトバンクが解約の関係で容量宣言が 300GB から 100GB に落とされるとか、その関係でモナ Wi-Fi 以外のソフトバンクから仕入れている 100GB 以上の格安大容量SIM やも軒並み死んでる、などなど遺憾に思っているユーザーはあんまりいませんね。割とただのこういった状況でどう対応しようかなというつぶやきが多い気がします。遺憾ツイートよりよっぽど有益で建設的ですよね。ツイッターってこういう風なつぶやきばっかだといいのにね。そもそも無制限使い放題 Wi-Fi が注目されもてはやされている昨今、まあ今は化けの皮が剥がれかかってるけどね、データ容量を明記しているモナ Wi-Fi を選択しているユーザーは無制限使い放題やクラウドSIMの理解が深いので、ツイッターでも遺憾に思わないかもね。そもそもモナってつく Wi-Fi 選んでる時点でネットの住民度が高そう。4、個人的な感想。個人的な意見をまとめると、ソフトバンクの値上げが悪いかどうかは判断できませんが、遺憾スタイルはどうなのかなと思います。モナ Wi-Fi の値上げってそんなに悪いことなのかな。大元が値上げするならモナ Wi-Fi もすればいいんじゃないの。ラーメン屋も原価上がったらするよね。何か言えない遺憾に思う理由があるのかな。そしてモナ Wi-Fi のユーザーへの連絡がこのタイミングってどうなのかなとも思います。でもおそらく他の Wi-Fi 会社も同じ爆弾を抱えてて公表していないと思いますので、モナ Wi-Fi はおそらく連絡が早い方だと思います。そして3のクラウドSIM対応ルーターの件の詳細はわからない点というのもありますが、選択肢1、2は良心的な対応です。ということで総合的に相対的に見て、発表の仕方は少々あれだったけど対応内容がいいのでモナ Wi-Fi いいと思いますね。頑張れモナ Wi-Fi。 5、みんなの Wi-Fi 状況ツイートまとめ。 Wi-Fi の状況を正しく掴むにはお金をもらって宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害もなくツイートしている一般ユーザー、みんなの Wi-Fi 状況ツイートをさらっとまとめ。モナ Wi-Fi の一件で結構感じたけど、考えてみると各 Wi-Fi 会社って大体同じサービス内容なのにターゲットユーザーが違ってますよね。モナ Wi-Fi はネットリテラシーが高い人が集まりやすいとか、ドナドキュン Wi-Fi とかザ Wi-Fi は芸能人起用で CM バンバン打って一般層に広くとかね。あなたをターゲットにしている Wi-Fi はどこなんでしょうか。参考になれば嬉しいです。選別はしていますが、昨今の情勢上刺激が強めなので、辛いのが苦手な方やお子様はお気をつけよう。それでは行ってみましょう。最後に測定したけど測定不能なおっさでした。ギアゴリ Wi-Fi これより変装します。ザ Wi-Fi もクソでした。どんな時の Wi-Fi で苦労し、ザ Wi-Fi でも嫌な思いをするなんて。クラウド型の Wi-Fi を考えている方は要注意です。必要な時にとんでもなくストレスがたまります。ホームページトップに通信障害を飾り、5月15日から既存ユーザーは放置で新規を募る神経。どんな時の Wi-Fi の通信障害から欲張り Wi-Fi に乗り換えたら、欲張り Wi-Fi に通信障害ってなんだよ。で、どんな時の Wi-Fi の 25GB 制限 Wi-Fi が役立つという皮肉、解約しないでおいてよかった。
ザ Wi-Fi 電話して無償解約しました。意外とすんなりできてびっくり。まあそれだけ解約が多いんだろう。メールだと返事が遅いので電話の方がいいかも。おそらく長いこと旅してきた通話通信契約の旅は IIJ と富士 Wi-Fi で終わると思う。富士に障害起きなければね。あと楽天回線をたまになんか機種手に入れるかもしれないが。ザ Wi-Fi、 ザ Wi-Fi の運営は詐欺のようなことをしています。回線キャパ足りないからこうなるの分かっていて新規受付止めないスマモバは利益優先。ごまかしの速度制限は火に油。 IIJ 掴めれば使えるがフリービットで混んでると YouTube もままならず無償解約で顧客を追い出したいようだもんね。エブリデイが毎日やっぱりダメっぽ。ブワー、ザ Wi-Fi めっちゃ Wi-Fi もひどい。毎日通信障害。ザ Wi-Fi の運営は詐欺のようなことをしています。ソフトバンクの SIM が高くなるから回線増強する気ないんだろうな。低速 SIM や速度制限はもうしてるからあとはソフトバンク SIM 増やすかユーザー減らすしかないのに後者を選択してるんだよな。スマモバはなどなど、ひどい事情がたくさんあるのでこれが注意喚起になれば幸いです。あとは被害に遭ってる方はあなた一人じゃないから大丈夫です。大丈夫ではないかな。ということでモナ Wi-Fi 300GB プラン廃止とみんなの Wi-Fi 状況ツイートまとめをお届けいたしました。Wi-Fi 会社で比較したら、モナ Wi-Fi はいい会社だと思いますよ。比較したらね。別に、提示したプラン内容は悪くないんだから、もっと早くユーザーに告知すればよかったのに、なんでしなかったんでしょうかね。やっぱりユーザーがそれで離れちゃうとかいう不安があったのかな。そういうのもあるよね、きっと。頑張れ、モナ Wi-Fi! ということで、いつも高評価、コメントありがとうございます。動画を作るモチベーションになっています。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、あと最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ではでは今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。